お疲れ様でした早いねもうあと残すころ2日ですよ今年も。はい、12月30日月曜日日曜の放送終わりました今日はディナーも2回あったね2回出ている時代とありましたけれども番組の中に結構メッセージであったのが「はい、今年賀状を書きながら番組聞いてます」みたいなちょっとそのメッセージに「その方は書く」っていうメッセージだったけど、うん、それにちょっと便乗して「はい、えー 僕もさらっと言ったんですけど、<laughs> えー、関係各位の皆様、えー、今年からも年賀状書くのやめました。すみません。<laughs> ありがとうございます。やめたんですか。と思ったら、さっきロッカーに<う>、えー、白井なっちゃんから。おっと。<laughs> 入っておりました。<laughs> ハッピーニューイヤーとこちらね。はい。はい。うちの家族もよくファーマーシーに。お、うちの家族もよくファーマーシーとお世話になってます。ありがとうございます。なっちゃん。ありがとうございます。すね、嬉しいね。すごい。これどこの何の写真なんだろうね。これね。 山, <laughs> <laughs> 山と白い夏すごいねでもこういうのもさなかなか大変などういう写真を選ぼうかとかさそうですね,うね手紙を書くっていう文化この前間の動画でも話しましたけども、はいね、今じゃあメ,メールで済んでしまって世の中がどんどん間がなくなってるって話をしたばっかではありますか、はい、<laughs> ちょっととももうちょっと自分の中でいいいいろろろろ価値観を 疑っていほうといいますと本当にそれをやる必要があるのかというねおはいはいはい今までその当たり前のようにこうだからこうって言われてたことが多いじゃないですかうんまあその年賀状もそのうちの一つってことですよ年賀状もそのうちの一つってことですね年始のご挨拶っていうのはお手紙でっていう、はい、でも果たして本当にそうなのかと、うん、か名刺もそうなんです僕名刺も最近持たなくなったんですよあ<ー>もうあの まずお会いした瞬間によくあるじゃんそのさその人の顔も見ずにいきなりもう名刺出そうとするみたいな「はい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 ,いやいや待って待ってまずまず!」<laughs> みたいなところあるじゃんそれを見てると名刺っていうのがそもそもそのもう名刺交換さえしとけばいいっていう感覚がどうなんだろうなって申し訳ないけど名刺交換をしてその後連絡を取った人がなかなかいないっていうね <laughs> なるほ,ど,ほんどいないんじゃないかな。 仲良くなった人っていうか連絡を取りたい人はもうなんならその場でちゃんと連絡先を聞くし、うん今だと SNS で繋がれるしっていう。まあ確かにそれ手っ取り早かったりしますよね。うん。でも最近まあちょっと誇張して言うんだけど、はい、いやもうスニーカーが名刺代わりですと。ほう。もうなんかスニーカー履いてあ、い冗談ほうですねとか。<laughs> はい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 。あ、なにそれえこの前のあれですよねって変えたんすかみたいなところからもし スニーカー履いてる人同士だったらそこで会話が生まれるわけじゃん。そうですねだからそういうところでその人のなんかもうまあ T シャツもそうですよ T シャツとかパーカーもそうですけど、うん、こういうところでなんかその人が着てるものでなんだその人を表してたりするわけじゃないですかこれってあれですよねみたいなところから会話が生まれるのが一番いいのかなっていう気がしたてうん,うん、ね、えそんな年末ですよ。<laughs> <laughs> 年賀状書くのやめましたやめましたというご報告動画みたいな感じになっちゃいましたご報告が長い動画です言い訳が長い動画です白井さん白井ちゃん白井ちゃん白井なっちゃん年賀状ありがとうございますしっかり届きましたんでしっかり届きましたんであの小畑からは書けませんが直接ね直接ご挨拶させていただくことそうですねそれが一番だなとはいおあいさはなかなかスタジオで会わないですけどなっちゃん今年もお世話になりました この動画、なっちゃんに届け日義だよねえらいよね、はい、だってあれでしょ制作会社のところにも入ってたんでしょはい各制作会社のところにもおそらく届いていた偉いねえ白井那須というのこういうえらいいい子なんですほんとにすごいすごいね <laughs> 俺には真似ができない <laughs> 俺も昔やってたのでもほ<う>やってたのよあ各制作会社にとか各ナビの皆さんにもはいなんかこうロッカーに入れてたんだけどね、うん だだんだんこう、帰ってくる人帰ってこない人がいてそれもまあだからそういうことだよなーとか思いながらまあまあうん、そうまあそうですねそうですだからもう,もうちょっと自分の中ででももう,もうそういう方針にしたという、はい、ことなのでなるほど。はい、ということで何のの動動画画だ長 <laughs> <laughs> 長い長い5分の言いい分言訳動画でございました <laughs> <laughs> ということで、えー、明日が年内最後のティータイムですので。はいはい はい、ぜひ皆様ご参加ください。あディナーも2回ありますので、はい、何かしながらぜひ年末年始お忙しいと思いますが、はい、耳だけはお貸しいただけだったらなと思います。はい、そしてこの動画ちょっと今日怒涛の5本撮りっていうのもやってみたんで僕の留学に関する動画っていうのをちょっと撮ってみたので、うん、よろしければそちらも見ていただけたらなと思います。はい、ということで、えー、今回はバットつけていただいてもいいです <laughs> <laughs> どうなんだって、ね、ご意見もコメントに残していただければと思いますんで、はい、チャンネル登録よろしくね